659ですよね。で、この、かつダブル盛りとか言ってますよね。342。あ、642。え ?1.2 キロ北斗の拳見てる人、見たことある人だったら、リハクですよ、リハク。ラオウ死んだ後、まあ、リハクが、言うんですよ。何巻か忘れちゃいましたけどね。あんな風に体が熱くなった。熱くなったんですよね。いいか悪いか分かんないけども、熱くなった。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー具合です。今日から10月が入りましたね。楽器でいうところの1学期、2学期、まあ2学期の途中。まあ学校で言えばまあ半分、後半半分スタートということになります。まあ今年で言えば残り3分の、残り3ヶ月ということになりますけどもね。まあこれからどんどん涼しくなればいいけど、いいと思いますけどもね。今東京は雨降ってますね。昨日もちょっと怪しかったんですけどね。まあそれでですね、昨日9月30日私ワクチン接種してきました。でですね、まあ後半で、副反応みたいなこと、まあ、何かが起きたとか、そういうふうな、ことを、まあ、お話したいと思いますけどね。まあ、とりあえずはですね、昨日のその会場行って、打った後の動画。そしてですね、打った後に、私、伝説のスタ丼で、弁当、テイクアウトを頼んだんですよね。どういうものかというと、私頼むものっていうのは、まあ、基本的に一番多いものを頼もうと。限定商品の一番多いものを頼もうっていうふうなことを決めてるんでね。ですね、伝説のスタミナ、ロースカツ丼、ダブル盛り。ダブル盛りですからね。で、これで、プラス、ご飯、大盛りにしてもらって、で、合計が1510円です。1510円弁当で侮っちゃいけませんよ。私もこれ見たときびっくりしました。で、まぁ、食べてる動画もちょっと流します。で、その後、ワクチンの接種のそのことについて、まあ副反応あったのかどうか、現状今どうなってるのかということをお話ししたいと思います。では、昨日撮ってきた動画、どうぞ。はい、モデルナ製のワクチン打ち終わりました。打ち終わって20分ぐらい経ってますね。で、今ちょっともう外出て歩いてます。今のところなんか、ちょっとチクチクするかなって感じで、そんなではないですね。ただまあこの町、昔10年以上住んでたんですけどね、10年以上前に住んでたんですけどね、今もう様変わりしましたね、もう駅とか、まあ、あれで。とまあそういうことで、あんまり、ここでベラベラ喋ると、ちょっと人が多くなってきたんで、まあこの辺でちょっとやめたいと思います。まあ、これからスタ丼買って帰りたいと思います。はい、ということで、これからバス乗って帰ります。まだね、10分以上バスがあるんでね。まあ、久しぶりに来たところは、とても変わってましたね。チェンジしましたね。ということで、また、スタ丼買ったんでね、見えるかな。食べてみますけど、非常に大きい。では。はい、家に到着しました。でですね、このスタ丼、スタ丼っていうよりも1時40分にワクチン接種して、で、2時40分にスタ丼、作ってもらって、それで持って帰って、で、今3時40分、うちです。で、このスタ丼ですけどね、伝説のスタミナロースカツ重ダブル盛りのご飯大盛りということで1510円しましたよ。でも、こっからはちょっとわかんないですね。これすごい量ですよ。カツとご飯セパレートです。ほっはっはほっはっは。なんか色ついてますね、ご飯。なんだろう、ちょっと測ってみましょう。測ってみましょうか。ご飯だけで、おい、ご飯だけで 659g ですよ。これちょっと見えますかね。ご飯だけで、659、ちょっと見にくいですけどね、659です、で、このカツダブル盛りとか言ってますね、342、あ、642、1.2 キロ？食えるかな？
1.2 キロですか。いやーでもこれ、まあ、だってこれ、スマホとほぼほぼ同じ大きさですね。こっちから見た方がいいか。スマホとほぼほぼ大きい、同じぐらいの大きさですからね、これ。まあとりあえず食べてみましょうか。うわー、これニンニク効いてんな。ご飯ちょっと色かかってますよ。じゃあちょっとご飯だけ食べてみましょうか。これなんだろう。うん。ああ。やっぱちょっと松茸風味がちょっとあるんですよ。なんだろう。だと。まあ、ダブルカツ。あれか。カツですね、これ。はい。綺麗な。じゃあ、ちょっと食べてみよう。ニンニク臭いです。ニンニク臭いカツを。初めてかな。とんかつ。すごいニンニク。スタドンって言ったらこのバラ肉ですよ。あ、これは効いてる。これカツの下にカツあるんですよね。まあ、ありますよね。カツの下にカツあるんですよ。すごいな。カツはニンニクがすごい。すごいこれ。これで1510円か。十分買っちゃいますね。1.2 キロですよ。味は濃いですね。下のカツ丼、もう食えん。明日食べます、明日。この下のカットちょっと移動させて。これ明日食べます。本当に。はい。本当に一食分食べたような感じですね。一食分しか食べてないですよ。まさに二食分ある。はい。いかがだったでしょうか。まあ、その、あれは、まあ、ダブル盛りで、まあ、とんかつ、カツ丼か、カツ丼ダブル盛りで、もうセパレートで出てきましたからね。ご飯とあれ、セパレート出てきて、合計で、1.2 キロ超えです。もう2つとも、片方600グラム以上あったんで、さすが 1.2 キロ食べれませんでしたね。あの後、今日ですか。あれ昨日食べたんで、残ったものは今日、先ほど食べました。冷蔵庫の中に入れて、それでまあ、食べるときに電子レンジチンして、それ食べました。味はあんまり、ああいう風なものっていうのは、電子レンジでチンすると、
味ちょっと落ちちゃうんですよね。でもそうではなかったですね。あとですね、スタ丼全体に言えるんですけども、非常に味が濃いです。ニンニクがっつり効いてるというのはありますけども、それ以上にちょっとしょっぱみが強いんですよね。なんで、特にこのカツ丼なんですけどね、私はさっき食べた、残りのカツ丼ですけども、生卵をかけて食べました。生卵は、まあ、卵割って、ずかがーかき混ぜて、で、醤油とか何も入れない。何も入れない。その、生卵の味だけ。っていうのを、カツ丼の上にこう、パーってかけて、で、食べました。そうすると、非常にまろやかでした。だから今度ね、サドンで、まあ、カツ丼に限らず、まあ、いろいろな、肉の盛り合わせみたいなのあったら、生卵を、まあ、かけて食べるっていうのは一つですよね。そうすると味が非常にマイルドになります。まあ、その分塩分も緩和されますか。まあ、そういうことで、まあ、スタ丼は非常に満足でしたね。でですね、まあ、スタ丼の話長くなっちゃいましたけども、副反応の件ですけども、まず注射して、それでまあ、家帰ってきて、それで食べて、で、寝たんですね。で、やっぱりね、当日、その注射した時っていうのは、まあ、するときに言われますけども、アルコール控えてくださいって言います、当日は。激しい運動、アルコール控えてください。必ずやりますか。で、もう、まあ、お酒飲まないで。で、まあ、今日、なったんですけども。で、昨日、まあ、寝て、しばらく経ったら、ものすごく熱くなったんですよ、体。ものすごく熱くなった。でですね、まあ、昨日の、そんなに、まあ、外も涼しかったんで、クーラー消して寝てたんですね。で、クーラー消して寝てたけども、まあ、そういう、その反、まあ、おそらくその、ワクチン接種の反応でしょう。体が熱くなったっていうのは。北斗の拳見てる人、見たことある人だったら、リハクですよ、リハク。ラオウ死んだ後、まあ、リハクが、言うんですよ。何巻か忘れちゃいましたけどね。あんな風に体が熱くなった。熱くなったんですね。ね、いいか悪いか分かんないけども、熱くなった。まあ、それでですね、まあ、ここの椅子に座って、で、エアコンそこにあるんですけども、こういうふうにこう、エアコンに当たるようにして、エアコンつけて、それでエアコン当たるようにして、なおかつ、これ、サーキュレーター。サーキュレータースイッチョン、スイッチョンして、で、こういうふうに、こうね、この、手元のところにこう置いて、で、クーラーかけて、それで、2、30分、まあ、ね、まあ、こう、うとうとしてました。それで、ようやく、体のその、なんていうかな、その熱いのが取れましたね。それで、まあ、寝て、それで、まあ、起きて、それで、起きたで、今度、腕がやっぱり痛いですね。よく言われてることですけども、腕も、これ以上上げると痛いですね。これ以上上げると痛い。ただ、わかんないですよね。わかんないですよね。ここら辺に言ったんですけど、わかんないですよね。痛いです。で、ちょっと腫れてます。まあ今日一日中この腫れは、まあ腫れたままでしょ。で、痛みもまあこのままでしょ。ただね、一日で治るっていう人がほとんどらしいんで、明日、まあ治ってればいいなと思いますけどね。まあそれぐらいです、副反応。あとは全然、まあ普通に、普通ですね。おかんだとか、だるさだとか、もちろん熱なんかないし、全然それだけです。と、まあ、そういうことでね、まあ、私も、もう、来年に受けるんじゃないかって、もう、覚悟してましたけどね。で、私の場合は、モデルナ製です。モデルナ社製なんで、4週間後、またもう一回打つんですけども、今日金曜日ですね。で、木曜日、昨日打ったんで、木曜日、4週間後の木曜日打つとなると、また仕事休まなきゃいけなくなるんですよ。なんで、まあ、金曜日に、ま、ずらせるところがあるんであれば、まあ、都庁の方に連絡するのかな？都庁の方に連絡して、それで空きがあれば、ま、金曜日やろうかなとは思いますけどもね。まあ、そういうふうなことで。まあ、で、まあ、1回目接種終わりました。2回目の方が不可能ひどいっていう話ですけどもね。まあ、どうでしょうね。と、まあ、そういうことで、長い一日昨日終わりました。まあ、昨日も長かったし、一昨日も、自民党総裁選で長かったですからね。まあ、そういうことで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。